Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 113. 今日のトピックは、もやもやしている理由がわからないとき、どのように考えたらいいかということをお話ししています。今、もやもやしている方は、ぜひ、えー、お聞きください。今回はリクエストにお答えしています、えー。リクエストをくださったリスナー様、どうもありがとうございました。 こんにちは。大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。 インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしていますリスナーの皆さんのためになってしかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています質問リクエストなど受け付けていますのでぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください詳しくはショーノートのリンクをご覧ください こんにちはお金と使命をつなぐ今日はリクエストを頂い,いたので、えー、このモヤモヤしている理由がわからない時どうすればいいかっていうことについてお話ししたいと思いますえっとなんでこのお話を聞くといいかっていうとですねあのコーチングしててすごい思うんですけど、えー、自分が何で何を欲しがってるのかわからないとか自分何かモヤモヤしてるんだけど何なのかわからないっていう方すごくいらっしゃると思うんですよ ふ普段自分の心の声を聞く習慣があまりないとか、あとは他のあの,他の方の望みを常に優先してしまうとか、いろいろ理由があると思うんですけど、まあ、ずっとそういう生活を長年していると、な,なんかすごいもやもやするんだけど、分からないっていう方いらっしゃると思うので、まあ、そういう方のために、今日はこのお話をしたいと思います。えー、実は私、ちょっと… 先生術とかあんまり全然興味なかったんですけどもともと目に見えないものとか全然信じないタイプだったのであの科学的に証明されてないこととかな何かこうきちっとロジカルな裏付けがないものとかはすごく苦手だったんですけど、えー、このコーチングっていうお仕事を始めてからそういう方々をすっごい引き寄せる力が強くなってあの日曜日ですね8月8日8月8日っていうのは88ですごいおめでたい日らしいんですけど が、えー、とライオンズゲートポータルっていうのが開いた日っていうなんか星のことをよくご存知の方は多分あのめちゃめちゃ有名な事実らしいんですけどそれを私は知らなかったんですねそしたらまずお客様からライオンズゲートポータルの話を教えていただいてえこんなのがあるんだと思ってふーんって思ってたんですよすごいんだねと思ってたら えー、8月8日の日曜日の朝に私のビジネスコーチから電話がかかってきて今日、ライオンズゲートボーダー空いたから <laughs> あと4日間空いてるから今日、絶対あの自分の欲しいもの引き寄せたいものとか、えー、自分がこう手に入れたい未来の意図を今日絶対設定した方がいいよって言われてえー、そうなんだと思ってあのなんかよくわかんないんですけどすっごくパワフルなエネルギーらしいんです。よやっっぱ星ってあの引力 がが変わっっったりすすするるののででやっぱエネルギーっていうのがすごいいうごあるらしいんですよねなんかその星がよ,よくわかんないんですけどすいませんあのうろ覚えなんですけど,ど何かの星が何かの星とこう近くに行くとそこでエネルギーがシフトしてこう地球全体に影響を及ぼすっていうまあそれが星占いとしてあってそれで私たちが生まれた時にどの星がどの星とどういう位置関係にあったかっていうことでその人があの。 どういう性質を持っているかっていうのをこう読み解いたものがあのよくある雑誌とかであるあの星占いの話だと思うんですけどなんかそういうの全然信じてなかったんですけど確かに言われてみたらそであの新月だったんですよしかも8月8日は。で新月前ってすっごいクリエイティブになるらしくて先週めちゃめちゃクリエイティブエネ,エネルギーが炸裂してたんですけど。<laughs> あの そ,そのその後で新月の前にあのすごいエネルギー出たでしょって言われてあそうなんだと思ってやっぱあるんだ月の満ち欠けでね地球の引力関係ありますからあるんだなと思って、まあ、そう全体的にこうみんながこう影響されるエネルギーっていうのがあっても不思議ではないなと、まあ、今更ながら思ったんですけど、まあ、そんな感じであの私はちょっと前まで全く目に入ってなかった情報っていうのを なんか別に自分が求めなくてなくても人が勝手にに持ってきてきくれる状態になりました。これ皆さん絶対あると思うんですけどこれ何が起こってるかというと自分が面白いなとかこういう風になりたいなとかいう意識の方がそっちに向いてるからそれに必要な情報が必要な時に入ってくるっていう感じなんでしょうねきっとねこれはまあ普通に何て言うんですかコーチングとかでも説明されてるんですけどえー、まあ RAS って言うんですけど脳の中にフィルターがあって自分,自分がその受けたい見たい世界ですね自分が見たい世界を見るように人間の脳はできているのでなぜかというと目に見えているもの全てを処理するだけのパワーがないのでそこから意味付けをするためにフィルターをかけないといけないのでそれが RAS って言ってそのフィルターをかけて なんんて言うんでしたっけ日本語で「模様体複雑系」ですねっていうんですけどそこでフィルターをかけて自分が見えるものを決定していると。で今まではあのこんな謎のこう星読みとかありえないって思っていたからそんな情報全く興味なかったんですけどそれ,それをこうあのそういうこともあるのかもしれないと思っていろいろこういろんな情報をうん自分の。 先入観とか偏見とかなしに一旦受け入れるっていうふうに決めたんですけど一旦受け入れてそこから調査して私がこれは違うだろうって思ったやつは棄却するっていう方法に変えたんですねあのそもそもの,あの情報を取捨選択する方法を変えてみたんですけどそうするとまた全然違うところから情報がやってきて。 で情報がやってきて面白いじゃないですか結局なんか人生が豊かになってるんですけどそういうことがあるので、あのー、自分は人間にはですね私だけじゃなくて人間には何か自分が欲しいものを引き寄せるパワーがあるんですよ。でモヤモヤしてる人っていうのはちょっと前置き長かったんですけどモヤモヤしている人っていうのはモヤモヤしている状態 を引き寄せてるなぜかと言ったらその前段階ちょっと前の段階であの自分の欲しいものをクリアに描かなかったかもやもやしてるんですよ今だからな何か自分が別にいらないものが周りにあるってことはその,その前に自分の欲しいものの意図をちゃんと設定してなかったからあの欲しいものがあったら絶対それが目の前に来ますから。 そのモヤモヤ状態はこうぼーっとしているときに来るぼーっとしているというのはつまり自分が自分の中の軸とつながっていないとき、ね、自分が自分の中とつながっていなくてこう自動的に人生を生きていたりとか自動的に人生を生きていて自分の外側で自分の意識の外側で何か起こっていることに自分が自動的に反応している状態ですねそれを毎日繰り返してたら必ずモヤモヤします なぜかというとそれは本当に自分が欲しいと思って得たものじゃないものが周りにいっぱいあるからでモヤモヤしてるっていうのはすごいいいことなんですよなぜかというとそれはもうあの英語で「ウェイクアップコール」って言うんですけどあなたもうそろそろ起きなさいよって言ってるサインなんですでそれで <laughs> 今断言しましたけどでそのサインはあ,のあなたの意識が成長したいっていう表れでもあるし あなたが生まれる前にこう自分の魂と交かかわした契約とか言い出したらすごい怪しいんですけどがあったと仮定してください今頭をちょっと柔らかくしてそういう契約があったとしてその契約に反して生きてるっていうことの証拠なんですよだからモヤモヤしてる時ってすっごいチャンスなんですでこのリクエストしてくださったリスナーさんのもともとのご質問はえー 何にモヤモヤしているのかっていうジャーナルプロンプトをし始めあの紙に書いて自分の,あの手で書いて何にもやもヤしているかっていうのを突き止めようとするんだけれどもわからないでとにかくモヤモヤしているっていうループにはまってしまってあのそこが出られない時どういうジャーナルプロンプトをしたらいいですかっていうご質問でしたでえっとですねこれは先ほど言った通りありちょっと前の 段階で自分が生きたいところがはっきりしてないので惰性で生きやってるうち生きているうち惰性で動いているうちにモヤモヤしちゃったんですけどなのでもやもやの原因を突き止める必要は特にないいと思いますえ突き止めたかったら突き止めてもいいんですけどあの人間は意識が集中したところにが増えるっていう原則がありますので。 もやもやしてるもやもやしてるもやもやしてるしてるって思い続けたら永遠にもやもやから抜けられませんそれはもやもやが増えてるからだからもやもやに集中しないで何が欲しいって聞いてみてください私は何が欲しいですつでもいいですよ今から1ヶ月後でも6ヶ月後でももっと長いスパンの人生でもね自分が何が欲しいのか。 どういう人生を生きたいのかっていうふうに考えることによってそので文字に書くことによってその意図が自分の外に出ますそうするとそれが徐々に徐々に実現するように自分の行動が変わり、まあ、情報が変わり会う人が変わり自分の行動が変わりそして、えー、と運も重なって。 そそれがが大きいい形ななっっっててて必ず自自分分ののの人生にに欲しいものが入ってくる仕組みになってますそうだからもやもやしてるでもう本当に何か何かピンポイントで何かが分かったらいいんですけど例えばこの人間関係にもやもやしてるんだったらそこ改善したらいいんですけど分かんないけどとにかくもやもやしてる時はそれじゃあその代わりに何が欲しいのかっていうことを考えてみてくださいでそのやり方なんですけど、まあ、例えば 1えと一つのサジェスションとしては人生のエリアごとに例えばお仕事であるとかお金であるとかあとは何ですか人間関係家族関係、えー、恋愛関係それから健康とか、まあ、いろいろエリアがあるんですけど人生のエリアについては、えー、と今年の初め辺りにあのエピソードでどうやってエリアに分けるかっていうことをお伝えしたのでそれを、えー、とお聞きいただいたらわかると思うんですけど。 すいませんあの今エピソードの番号がわからないんですけど、えー、今年の1月か2月のエピソードですそして、えー、そのエリアごとにハッピーなところ、まあ、10点満点とかであの点数つけてみてハッピー10点全然ハッピーじゃない1点ぐらいにしてそれで点数をつけてみて点数の低いところっていうのをちょっと分けて考えてみてください例えばお仕事でもやもやしているってことが分かった時に じゃあ、何があったらハッピーなのか。今あるものの代わりに何が欲しいのか。っていう風に考えていくと、今の現状と欲しいものの距離がわかるじゃないですか。な,な,な,なんでそれが10点じゃないのかが分かりますよね。そしたら、その足らないものをが理解できるじゃないですか。そこに距離があるのはなぜかっていうのは、まあ、ジャーナリングしていくうちに絶対に見えてくると思うんですけど、そしたら、例えば、あのー お仕事でもやモやヤモヤしててっていうことはあのもしかしたら上司上司と関,あの関係が悪いとか意見が合わないとかいうそ,ういうそういうのがあってじゃあどういう上司だったらいいのかとかどういう環境だったら私は嬉しいのかとかそういうことを考えていくとじゃあそうするためには何をすればいいかっていう今度 How に変わりますよね、質問がどうすればそ,その距離を埋めることができるのかそこまで変わったらまず一歩の行動ができるじゃないですか。で あのこれ大原則なんですけどやり方分かってたらもうあの手に入ってるんですよあのやり方が分からないから欲しいものが手に入らないんですけどただその自分の頭でハグを考えるのがなぜ重要かというとまず最初の第一歩を踏み出さないと次の一歩が分からないからなんです。であの距離が例えば 10ぐらいの距離があるとして、じゃあ1歩目はこれ、2歩目はこれ、3歩目はこれっていう,ふうに自分で決めても意味ないんですよね、それまずは1歩目を決めて、そこを動き出したら、その次にわーって可能性が見えてくるから、またそこで次の一歩を考えたらいいんですよ。結構お客様でもあの立ち止まって えっと、なかなかこう行動に移せないっていう方はまずこれをして、あれをして、これをしてすっごい全てをコントロールしようとしていると一歩も踏み出せないっていうことがすごく多いですなのでまずは一番最初の一歩だけ決めてあ動き出してみるっていうのがすす。ごい大事ですそれでもしこのエリアごとにハッピーなところとハッピーじゃないところを分けて考えるって言ったらあの何があったらハッピーなのかわからないっていう方もいらっしゃると思うんですよ。 自分は何があったらハッピーなのかわからない、それは普段自分のことを全然ケアしてない証拠です、もう自分の感情にあの大事にしてあげてない証拠、それは別にあなたのせいじゃなくて、今までもしかしたら感情を出してはいけない環境で育ったかもしれないし、感情を出したら恥ずかしいっていう経験をしたかもしれないし、まあ、何かがあったので。 感情というものに何かこうネガティブなものが付随しているんですけどそういう方結構日本人の女性で特に女性でいらっしゃるんですけどそれ全然あなたのせいじゃないので今から普段の生活で自分の感情を理解することっていうのを気をつけてみてくださいこれは、えっと、何か感じてるっていうのをまず感じるんですけどそこから何か何かちょっといい感情かもしれないし悪い感情かもしれないですけどそれをラベリングっていうことをしますラベリングっていうのは心理学用語なんですけど 名前をつけます名前をつけることによって自分の健、えーね、在意識が理解することができます、あ今、私はこういう感情なんだっていうその段階で自分の体で感じていることと頭で思っていることが一致します、ラベリングをすることによってでそうすることによって普段自分が考え何を考えていて何を感じているかっていうのがはっきりしてきます、そうするとどういうときに自分はうれしくて、どういうときに自分はうれしくないのかっていうのが分かるようになってきます、徐々に。 そうすると例えば、嬉しい自分が嬉しいこういう感情が嬉しいって言うんだっていうことが理解できたらじゃあ、自分は嬉しいとき何をしてますか日常の生活の中で自分が嬉しいと思ったとき何をしてますか生活を変える必要ないんですよ、いきなりなんか大きい旅行に行ったりとか何かすごいおあの大きいものを買ったりとかする必要なくて。 日常の小さないつもと同じ生活の中で自分の感情をラベリングしながら生きてみてじゃあ嬉しい時何をしていたかあんまり嬉しくない時何をしていたか何をしたら私は腹が立つのか何があったら悲しいのかっていうのをこう自分で自己理解していくことによってだんだん自分のワクワクセンサーって私言ってるんですけど。 何にワクワククするのかっていうことが明らかになってきますあのこれは訓練しないとなかなかワクワクセンサーが発達しないんですけどその普段感情をあ,あまりこう表に出さずに生きている人は特に、えっと、ちょっと訓練必要なんですけどこのワクワクセンサーが見つかったら今度は日常生活からふと出たところに例えばお買い物行ったりとか街を歩いてる時にパッとなんか習い事の看板とかを見て。 なんかワクワクセンサーが発動してあこれやったら面白いかもっていうことを後先考えずにやってみるそれが直感に基づく行動ですつまり自分のワクワクセンサーが発動するってことは直感が働いてること感情と自分の軸が整っていることですねなので何か今モヤモヤしているっていう時はそのさっきのちょっと長かったんですけど今回まずモヤモヤしているのはチャンスっていうことを思い出してまず えー、人生のエリアごとに何かモヤモヤしてる、えー、とその点数化してみたらどこ,でどこでもやってるのかが分かりますよねそしたらそうじゃなくてあの他に何が欲しいのか自分は何が欲しいのかっていうことを考えてそことの距離を縮めるための第一歩をまず踏み出してみるそれから自分の感情に向き合って普段から常日頃の日常生活の中で向き合って ククセンサーをちょっと発達させてみるっていうことを考えてみてください。で最後にですね、えー、ライオンズゲートポータルっていうのは、水曜日まで空いてるんじゃないですかね、4日間だから、日月火水、月、火、水なので、ぜひこの機会に、で、えー、今日8月9日、月曜日なんですけど、アメリカは、えー、2021年8月9日ですね、えー、っとこの機会に、えーっとまあ、今週の水曜日までですね、 自分が何を欲しいのかっていうことをちょっと考えてそれをですねこうまあジャーナリングするのが一番簡単なんですけどちょっと外に出してみてこれを私は欲しいですっていうふうに宣言してみてくださいでその後別に何かをする必要はないですもう欲しいですって宣言するだけでいいですまずはそしてワクワクセンサーが発動してあの欲しいですって言ったら そっちにあのつながる情報が必ず出てきますからなんかピクちょっとでもピクワクワクってなったって思ったらちょっとそれをやってみてくださいそれが直感につながる行動です直感につながる行動を繰り返すことによってあなたが欲しいって思ったものが必ず現実に現れる欲しいって思ったもので現実が満たされるとモヤモヤがなくなりますあモヤモヤはね成長しよう次に成長しようと思ったらまた来ますけどとりあえず今のモヤモヤはなくなりますはい では今回はリクエストエピソードにお答えしました、えー、私は普段からあのリクエストいただいたら全力でお答えするようにあの頑張っているのでできればあのあの皆様も何か質問思いついたらお気軽にメールでご連絡ください、えー、それから今週、えー、水曜日ですね8月11日かな8月11日ですね えー、2021年8月11日の、えー、日本時間の夜10時半ちょっと遅いんですけど、えー、アメリカ西海岸時間の朝6時半から、えー、私の無料フェイスブックグループコミュニティの中で、えー、人生が変わるコーチングマジックについてちょっと簡単なマスタークラスをしますもしあのコーチングって何って思われてる方とか、まあ、何かこう自分の人生を変えるヒントが欲しいって思われてる方 またはあの今、ビジネスあるんだけどあのビジネスにコーチングを取り入れたいとか、えー、部下の育成にコーチングを取り入れたいとか親子関係にコーチングを取り入れたいとかいろいろニーズはあると思うんですけど、まあ、そういう人間関係を良くするツールとしてのコーチングってどんなものなのかなって思われている方はぜひ、えー、無料 Facebook コミュニティまで参加登録をお願いします。ででは最後ままおききいいたただきどううもありがとうございました 最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マークポチッと、レビューの方よろしくお願いいたします。現在、理想の未来を自分で作る10の質問セルフコーチングブックを無料プレゼント中です。ショーノートのリンクから登録してください。無料の Facebook グループ、Happily Ever After 未来デザインではメンバーを募集しています。 世界各国から自分から世界を良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加申請をしてください。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方は、ホームページ www.yuryd-media.com をご覧ください。こちらもショーノートにリンクを貼っておきます。